はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの竹原直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画、長田博士の詩を一つ読みましょう。さあ、皆さんは自分で決めて生きていますか？実は全てを自分で決めて生きています。実は誰もあなたを強要したり、あなたに何かさせることはできないんです。たとえ誰かにさせられたとしても、そのさせられるのを決めたのは自分なんです。自分の人生は全て自分で決めなければなりません。さあ、そういったテーマの詩です。ちょっと長いですけどね。あの時かもしれない、長田博士。君が生まれた時、君は自分で決めて生まれたんじゃなかった。君が生まれた時にはもう君の名も君の町も君の国も決まっていた。君が女の子じゃなくて男の子だということも決まっていた。一日は24時間で朝と昼と夜とでできている。日曜は週に一度だ。12の月で1年だ。そういうことも全部決まっていた。君は今日眠った。だが目が覚めると今日は昨日で明日は今日だ。それも決まっていた。君が今夜寝て一昨日の朝起きることなど決してなかった。君が生まれる前にそういうことを何もかも決めてしまっていたのだ。決まってしまっていたのだ。君が自分で決められることなんて何も残されていないみたいだった。赤ちゃんの君は眠るか泣くかしかできなかった。手も足も出なかった。手も足もすっぽり産着にくるまれていた。はるばるこの世にやってきたというのに、君にはこの世ですることが何一つなかった。ただ大きくなるということしか君はできなかった。それだってもともと決まっていたことだ。赤ちゃんの君は何もできない自分が悔しかった。いつもちっちゃな二つの手のひらを二つの拳にして固く握りしめていた。ところが、君が一人の赤ちゃんから一人の子供になり、立ち上がって自分で歩き出したとき、その君を待ち伏せていたのは、まるで思いがけないことだったのだ。君が自分で決めなければ、他にどうすることもできないようなことだった。君は慌て、うろたえ、面食らった。何もかも決められていたはずじゃなかったのか？だがそう思い込んでいた君は間違っていた。君が生まれて初めてぶつかった難題。君が一人の男の子として、初めて自分で自分に決めなければならなかったこと。それは、君が一人でちゃんとおしっこに行くということだった。おしっこしたいかしたくないか、誰かにそれを決めてもらうことはできない。我慢するかしないか、他の人に代わって我慢してもらうことはできない。君にしかできない。君は決心する。一人でちゃんとおしっこをする。つまり、君のことは君が決めなければならないのだった。君の他には、君なんて人間はどこにもいない。君は何が好きで何が嫌いか、君は何をしないで何をするか、どんな人間になっていくのか、そういう君についてのことが何もかも決まっているみたいに見えて、本当は何一つ決められてもいなかったのだ。そうして君は君についての全部のことを自分で決めなくちゃならなくなっていったのだった。つまり、他の誰にも代わってもらえない一人の自分に君はなっていた。君は他の誰にもならなかった。好きだろうが、嫌いだろうが、君という一人の人間にしかなれなかった。そう知ったとき、そのときだったんだ。そのとき、君はもう一人の子供じゃなくて、一
人の大人になってたんだ。さあ、あの時かもしれないというね、詩ですけれども、さあまず君が生まれた時、さあ君は自分で生まれてきましたか？そうではありませんか？そう、自分で決めて生まれたんじゃないんです。さあ君が生まれた時には、君の名も君の町も君の国も、さあどうなっていた？そう、もう決まっていたんです。君が女の子じゃなくて男の子だっていうのも決まっていた？自分で決めた？そう、決まっていたんです。さあ一日が24時間、朝と昼と夜でできて、さあそれは決まっていた？決まっていなかった？そう、決まっていたんです。日曜は週に一度、12の月で1年、そういうことも全部決まっていた？決まっていなかった？もう決まっていました。君は今日眠った。だが目が覚めると、今日は昨日だ、明日は今日だ。さあそれも決まっていた？決まっていなかった？そう、もう決まっていたんです。君が今夜寝て一昨日、昨日の朝起きるなんてことはあった、なかった？決してないんです。もう君が生まれる前にそういうことは何もかも決まってしまっていたのです。君が自分で決められることなんてあった、なかった？そう、なかったみたいだった。だから赤ちゃんの君は眠るか泣くかしかなかったんです。手も足も出なかったんです。手も足もすっぽり産着にくるまれていたんです。はるばるこの世にやってきたというのに、君にはこの世ですることはあった、なかった？そう、はじめは何一つなかったんです。ただ大きくなるということしか君にはできなかった。さあ、この大きくなることだって決まっていた？自分で決めた？そう、決まっていたことなんです。赤ちゃんの君は何もできない自分に悔しかった。さあ、だから赤ちゃんは何をした？そう、ちっちゃな二つの手のひらを二つの拳にして固く握りしめているんです。さあ、ところが、君が一人の赤ちゃんから一人の子供になり、立ち上がって自分で歩き出したとき、さあ、その君を待ち伏せていたのは何でしたか？そう、思いがけないこと。さあ、どんな思いがけないことが待ち伏せていた？君が自分で決めなければ、他にどうすることもできないこと。君は慌てた、うろたえた、面食らった。何もかも決められていたはずじゃなかったのか。だがそう思い込んでいたのは君が間違いだったのです。君が生まれて初めてぶつかった難題。君が一人の男の子として初めて自分で自分に決めなければならなかったこと。さあ何を決めなければならなかった？そう、君が一人でちゃんとおしっこに行くことです。おしっこしたいかしたくないか。さあそれを誰かに決めてもらうことはできる？できない？そう、できないんです。おしっこに行こう、行かない。自分で決めるんです。我慢するかしないか。さあその代わって誰かに我慢してもらうことはできる？できない？そう、誰にもできないんです。自分にしか我慢する、我慢しない、決めることはできないんです。他の人に代わって我慢してもらうことはできない。君にしかできない。さあ君は決心した。何を決心した？一人でおしっこをすると決心したんです。つまり君のことは君が決めなければならないのです。君の他には、君なんて人間は他にいますか？そう、いないんです。君は何が好きで何が嫌いか、何をしないで何をするか、どんな人間になっていくのか、そういう君についてのことが何もかも決まっているみたいに見えて、実は本当は何一つ決められてもいなかったのです。そして君はどうしなければならなくなっていきましたか。君についての全部のことを自分で決めなくちゃいけなくなっていったのです。他の誰にも代わってもらえない一人の自分に君はなっていったのです。君は他の誰にもならなかった。好きだろうが嫌いだろうが、君という一人の人間にしかなれなかった。そう、そう知った時、その時だったんです。その時、君はもう一人の子供じゃなくて、
さあ何になってたのでしょう。そう、一人の大人になっていたのです。長田博士、あの時かもしれない。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。